はい、みなさん、こんにちは。えー、レクセン講師の森山です。えー、本日は、10月から、あのですね、学習プランについてお話をしていきたいと思います。 2019年合格を目指して勉強しているかというふうに思いますで新しいパンフレットレックのですねパンフレットが画面に出ておりますがレック推奨10月からここでつくさは大きいというふうなことが大きな字で書いてありますで2019年合格するために必要なのはこの年内ですね10月11月12月この3ヶ月をいかに頑張るかどのように適切な方法で頑張るかこれが重要なことになっていきます 正直1月以降みんな頑張るんですよ。ですからみんなが頑張ってる中で、えー、いくら頑張ってもなかなかこう差をつけることはできないんですね。ですからこの年内のところでバッチリ基礎力をつけておけばその分、えー、年明けからですね差をつけることができるわけです。えー、この10月からの3ヶ月いかに頑張るか。 これがとても重要なことになっているわけです。ここに書いてあるのはそういうことなんですね。ではこの10月からどのように頑張るかということになっていくと、このパンフレットの中にですね、レックの提供するまあカリキュラムこれが載っておりますから、今から紹介していきます。で、レックではですね、今回当連において予習サポート制度、それから ああ、当連模擬テストのですね、差、え、し、ー、が刷新されたと、えー、それから公開模擬テストのですね、回数が一回増えた、えー、このような、えー、まあ改正をしております。これについて説明していきましょう。 はいそれではレックのですねご提供していく登壇、それから公開模試のスケジュール、それからカリキュラムについてご説明していきたいと思います。まあ一般的には登壇というと年明けですね、1月以降ということが想定されていてレックでも1月以降に実力養成編といったような科目別登壇ですね、これを用意しております。それから4月以降は本試験に直結するような、本試験と同じ時間配分でですね問題解けるようなファイナル編。 これが用意されております。で一般的にはこの科目別、それから本試験を想定したトレンといった形で実力,実力をつけていくということが一般的ではありますが、あ先ほどお話ししたとおり、10月からの年内ですね、これをいかに勉強していくのかということが重要になっていきます。そこでレックのところでは、その前のところでもトレン、こちら用意しております。こちらですね。はい、まずこちら。 品質論点択一編、これが択一の登連ですね、それからこちらはですね品質論点記述編。 こちらがやはり今度は期日の等連になっていきますこちらでは本当に受験生が落としてはいけないような論点これを出題していって年内のところで基礎力を盤石なものにしていくということですねこれが主目的になっています卓一のところでは正解率70%以上の問題は全部取ってほしいと言った形でそのような基礎的な問題を出題しております実はそこのところを落とすと本試験でも致命傷になってしまうんですねよく等連ではですね 本試験に出るようなあ難しい論点がよく出てきますからその前提となる基礎力のところで差がついて、えー、実はですね、えー、なかなか合格に届かないという受験生も多いんですねですからそういう受験生のためにこちら実は非常にこう強力な武器になっていくかなというふうに思いますで、さらにこの卓一のところではあ完全範囲指定がされておりますからあ例えばですね、えー、設立時の定款についての問題だというのであればその部分の予習をしていくことによって予習と等連を組み合わせることによっ って勉強のですね、えー、こうペースメーカーにもなっていくというようなことになっておりますで、えー、同じく記述編のところでもですね、えー、基礎的な雛形を使ったあこれは絶対落としてはいけない、えー、このような記述問題が出ていきます、えー、こちらもですね10回でそのような基礎的な問題を使って十分解放身につけていくといった機会ができるかなというふうに思いますでそれからオプション講座もありますから 当連はですね年明けからやっていこうとで年内は基礎的な力をそれぞれのですね講座を使ってやっていきたいインプット講座なんかも使ってやっていきたいという方は、まあ、あのいろんな講座がありますのでこちらを利用していただいて東練の方に入っていくということも一つのカリキュラムかなというふうに思います。とにかくまあ年内をどのように基礎力をつけていくかということが大事なのでもう東練にチャレンジするそれからインプットのですねオプション講座を東練につけるといったいろんな方があるかなというふうに思います。 でそれからですね、えー、この年明けの当連にはこの予習サポートの制度がついておりますえー、今度はこちらの方を説明していきましょう はい、えー、こちらがですね予習サポートの講座になっていきます、えー、過去問で重要論点チェック講座といった講座になります、えー、こちらは等連パックを受講した方はですね、えー、自動的にこうついてくる講座になりますからこちらで年内のですね等連の予習の方をすることもできますでこちらの方はですね、えー、まあ、私がおりますがあ、私の方で担当していきますで、えー、こちらはですね まあこのような画面がありますが画面の方で過去問が出ますからこれを皆さん解いてくださいと講義の中で言いますからぜひ時間内に解いてくださいその後私の方がこの過去問をです、ね、解説をしていきます単なる解説をするだけではなくてその解説の中で重要論点をチェックしていこうとこのような講座になっています。 1>, 1時間ですね1時間の講座が10回ということになってますからまあ、そんなにこう時間を取ることなく全範囲のチェックができるかなというふうに思います単に基礎知識を確認するだけではなくて過去問を解きながらチェックをすることができますので過去問これをですねまあ、解きながら 論点をチェックすることで理解度だとかあるいはこのですね本試験直結するような形で知識がチェックできるかなというふうに思います。で画面だけあれば勉強できますから手元に何もいらずに勉強できますのでいろんなですね電車の中とか隙間時間なんかの活用にでもですね使っていただければいいかなというふうに思います。 このようにですね年内にいかに実力をつけていくのか基礎力をつけていくのかということが合格のための必要なポイントということになっていきますそしていよいよ年を明けたらですね実力養成編ファイナル編といった等練を使って実践力をつけていくことが必要になりますこちらのですね実力養成編それからファイナル編でもレックでは様々な刷新を行っていますまずこちら見てください えー、解説冊子が非常に見やすくなっております、えー、毎週のように受けていく当連ですからやはり、えー、この見やすさということは非常に、えー、大事になっていくこれでこう勉強がスムーズに進められるかと思います、えー、ではどのような場所がですね刷新、えー、されたんでしょうかまず一つ目のポイントがこちらですね、えー、合格ゾーンとリンク、えー、分野と問題番号がわかりやすくと書いてあります。 で、えー、まあ、当連を復習するときにです、ね、過去問とこう合わせて、えー、比較しながらですね復習をしていくことになるかという,ふうに思いますがあ合格ゾーンの体系番号と合わせることによって、えー、この当連と同じ分野の問題、えー、同じ論点の問題が合格ゾーンの方で非常に探しやすくなったということですねですからこのリンクする時間これが非常に短くなるかと思われます。2つ目目です復習の優先順位が一目瞭然 えー、当蓮はですね、えー、本試験を想定していますからあ逸脱問題も当然入れております、えー、時間配分の練習なんかも含めて勉強するためにですね、これは難しいけれども入れていたあ本試験でも解けなくていいよというレベルの問題も入っております。えー その反面ですねこれれは絶対に落として欲してててくないって問題も入れておりますですでからあ実力によってですね今はこれを復習しようこれは今回、えー、復習しなくていいといった形でメリハリをつけて復習する必要がありますがあ問題ごとにですね A ランクだ、B ランクだということで、えー、ランク付けをしておりますからあじゃあ私の実力ではまず A ランクからやっていこうと時間があるから B ランクも復習しようといった形で優先順位が一目瞭然となっております。非常にこう復習すするですねメリハリハ られるかなといいう,うに思いますそれから問題単位だけではなくて選択肢ごとにこれですね星のマークで重要度をチェックしておりますからこの問題の中でもこの足の「お」は落としてもいい足の「あ」は絶対取らなければいけない足の「い」は受験生全員取ってくるといった形でランク付け重要度これをですね分かりやすく表示しています。 はい、えー、では四つ目です、えー、本試験の出題実績が一目でわかる、えー、これはどういうことかというとその当連の選択肢で、えー、過去問で出てるかどうか、えー、これがですね一目でわかるように書いてあります、えー、過去問で出てればその過去問番号が書いてあるし、えー、出てなければ出題実績なしというふうに書いてあります でやはり過去問で出た論点というのは受験生みんな過去問やってますからやっぱり致命傷になってしまうんですね落としてしまうとですから過去問で出題実績があるのに間違えたというのであればこれは要注意なわけだしその過去問に実際に当たってみるということも必要かと思いますこの本試験の実出題実績がですね一目で分かることによってそのような復習をですねスムーズに行うことができます。 でそれからあ分かりやすい解説はそのままに結論は端的にというのがあ5番のポイントになっていきますがあこちらはですねえ、まず結論がきちんと書いてありますので解説をわーっと読んでいかなくてもですね、えどれが正しい、どれが誤りということはあ端的に書いてあると同時に解説の中でもですね、結論部分とそそれからその理由付け部分分分けてえ説明部分はあこちらですね、ゴシックで書いてありますからあまず時間がない結論を知りたいという方はこのゴシック部分を見ることによって えー、このですね結論わかることがでできますですからあこれはもう分かってるから結論だけ知りたいというのであればやっぱりねなんて形で合宿、えー、部分を見ることによって確認をすることができますねそれからあこの論点知らないよどういうことだろうというのであればそれ以外の説明部分も見ることによって、えー、しっかり復習をすることができますこちらもやはり、えー、使い方によっていろんな使い方をできるように工夫されているよということになっているわけです。 当連模擬テスト解説冊子が見やすくなったというだけではありません。こちら見てください 本試験でズバリ的中した実績が載っております。レックの問題は、ですね、本試験を分析して、これが出るだろうといった予想をたっぷり入れております。もちろん、過去問で出た問題もそうですが、密室の問題についても、気質の問題、S に出た問題を分析して、次はこれが出るのではないかというふうに予想をかけております。ですから、こちら、過去問に出てなくても、答練で出た問題が本試験に出ております。ですから、この答練を受けることによって。 試験で 1, 点1問拾うことができるわけですね合否に非常に大きな1問といった形になりますはいどうだったでしょうか やはりこれからですね本試験に向けて当連でいかに実力をつけていくかということが重要になってきますぜひレックの当連ですねこのような当連になっておりますからぜひご利用いただければと思いますレックではこのようにいろんなですね方に合うように様々なカリキュラムいろんなパックを用意しておりますからぜひ自分に合ったパックを利用して自分に合ったですねスケジュールを立てて当連の方利用していただければと思いますレックの各本校それからコールセンターの方でですね受講相談それから から資料請求の方を受けておりますからぜひご利用していただければと思います。でこのパンフレットの中にはですね個別相談の日程なんかも書いてありますからあまだですね自分に合う当連がわからないという方はぜひ、えー、個別相談なんかもご利用いただければと思います。えー、では、えー、この当連の方で実力をつけて、えー、合格を目指して、えー、頑張っていただければと思います、えー。最後までご視聴いただきありがとうございました。